チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんの昼ご飯は、3話限定の、札幌一番の横浜家系豚骨醤油ラーメン、鶏油のコクが広がるってやんだけど、これね3話限定って書いてあって、3話スーパーだけで買えるみたいで、でね、面白そうだったんで買ってきました。では食べましょう。チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんのお昼ご飯、最後のお昼ご飯動画になります。ということでいただきます。最後のお昼ご飯動画はね、3話で買っていた3話限定って書いてあった横浜家系ラーメン、いただきます。あ、おいしい。美味しいね。いろいろ大変ですわ。ゆっくり休みたいね。ちょっとゆっくり休もう。あ、おいしい。あ、おいしい。朝からね、ごそごそ動いとって、お腹がめっちゃ減ってね、おいしいわ。何しようかな。ガサ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 。あっちゃん寝るはやめへんからね。今日お昼ご飯動画はこれで終わりってことだね。
最後のお昼ご飯増やと思うぐらい、うん、いろいろやり方を変えていこうと思って、うん、美味しいね。うん。最後のお昼ご飯動画、まあ何ってことなくね、普通にラーメンを食べた動画やねんけどね、あの三和で買ってきた、三和限定って書いてあった横浜家系ラーメン、ほんまかどうか知らんで、三和限定って手書きで書いてあって、美味しかったよ、ごちそうさまでした。ってことで今日のあっちゃんの、お昼ご飯、あっちゃんの最後のお昼ご飯動画良かったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。でまたね、バイバイ。あっちゃんねはやめへんから見てね、よろしくね。あっちゃんねはやめるわけちゃうねんで、ね。